こんにちは。より多くの人に経験と感動をシェアし、ハピネスに満ち溢れたエネルギーをお届けして、ハピネスの連鎖で世界平和の実現を目指すアキラテレビ、ホストの中尾明です。今日はネガティブを手放すということで、不運、あるいは不幸といったことに苛まされたり、人間関係に苦しんだり、傷つけられたり、あるいは悩みから立ち直れなかったり、不安な状態から脱することができないといった心優しいあなたに、多くの素晴らしい本や記事、そして私自身の経験をもとに、ネガティブな思考や感情の呪縛から解き放たれる方法をシェアさせていただきたいと思います。はい。ネガティブなね、感情、思考、それはどこから来るのかということですが、今日のタイトルはね、こちらにございます。ネガティブを手放すということですが、これはネガティブな思考や感情を手放すということですね。物とかね、出来事っていうのには、実はポジティブもネガティブもないんですよね。はい。それはただのものだし、その出来事もただの出来事です。これはポジティブ、それはネガティブっていうのは、実は我々人間が勝手にラベルを貼って色分けしてるんですね。このものは私にとっていいものだからポジティブ、この出来事は私にとって悪いものだからネガティブと、こんな具合にそれぞれがそのものや出来事に対して判断しているわけですね。はい。そしてあなたが判断した悪いものね、それはネガティブなもの、出来事というものがあなたに降りかかって、あなたが不運とか不幸というふうに思って、悲しいとか辛いとか腹が立つっていうふうに思うわけですね。はい。ネガティブな思考や感情、それらはこのように不運、不幸っていうふうに思うこと、それから不安、不満、悩み、怒り、あるいは悲しみというのを感じること、それからそういったことに対して、なんでこうなるのとかね、ストレスを与えてくる人に対して、なんであの人はああなのっていうふうに考え続けること、これがネガティブな思考や感情ということですよね。ネガティブな思考や感情っていうのは、人間性を向上させる上で全く役に立ちませんよね。あなたの人生を前進させてくれるのを妨げるものということも言いますよね。もちろんネガティブな思考や感情っていうのはない方がいいですよね。ある場合は手放したいわけです。だけれども、なかなかネガティブな思考や感情っていうのは、あなたの中から出ていってくれることは、人によっては難しいわけですね。はい。手放そうと思ってもなかなか手放せない。ね。なんせこういった、不運や不幸に思うこと、ね。
不安とか不満とか悩みとか怒りや悲しみっていうのは自動的に湧き上がってきちゃう、ね、自動的に頭に湧き上がってきて、それが頭の中を支配してしまう、ね、知らず知らずの間にずっとそのことばかりを考え続けてしまうってことになってしまうんですよね。はい。それが良くないっていうことが分かってても、自動的にそういう考えが湧き上がって、そしてそれに支配されてしまうわけです。ではこういったネガティブな思考や感情をどのように手放せばいいのか。症状がね、軽い人から重い人へ順番にですね、その対処法をですね、一つ一つご説明したいと思います。はい。それではですね、テロップの方を出していただきたいと思います。まず一つ目、はい、はい、プラス思考、ポジティブシンキングってことですよね。はい。引き寄せの法則っていう言葉がありますが、プラスのところにはね、プラスのこと、ポジティブなことが引き寄せられる、ね、日本語の言葉でも言いますよね。笑う門には福来たるっていうことを言われておりますが、何でもね、プラスにプラスに考えなきゃ、ね、ポジティブにポジティブに考えなきゃいけないよっていうことがよく言われていますよね。何ですか。ごめんなさい、なんかマウスがおかしい、すみません。はい、今変な雑音が入りましたが失礼しました。はい、大変失礼しました。プラス思考とかね、ポジティブシンキングはいいっていうことが言われていますよね。はい。だからそうしたいんですよね。そうしたいけれども、それがなかなかできなくて困ってる、ね、もともとプラス思考とかね、ポジティブシンキングっていうのはね、先天的にそういう人だけができるんじゃないかっていうふうに、まあネガティブシンキングの人は思ってしまうわけですよね。やりたくてもそれはできないよね、ってなってしまうわけです。もちろんね、プラス思考がポジティブシンキングはいいんですけれども、なかなかそういうふうにはなれないってことがあるかと思います。そこで次です。お願いします。はい。気にしない、ね、はい。もう多くのね、世話を焼いてくれる方がですね、まあ気にしない気にしない、まあ、そんなこと言われても気にしない、ね、すぐ忘れっていうことを言いますよね。気にしても一瞬やん、ね、気にしないでってよく言います。はい。気にしたい、それ一番ですよね。なんか、自分にとって良くないこと、ネガティブなことが起こってしまった、自分の身に降りかかってしまった、気にしちゃいけない、気にしない、ね、それが一番。この横にいる人もですね、よく言ってます。気にしない、気にしない、一休み、一休みって言って、よく、おねんねになってらっしゃいます。ね。一ねんねしたら、もう全部ね、きれいさっぱり忘れて、明るくなってるっていうことがね、ありますけれども。これもね、ネガティブシンキングの人ね、マイナス思考の人はね、気にしない、寝たらいいって言ったって寝れないんだよっていうね、ことがあるかと思います。なかなかね、気にしないって言ったら自動的に湧き上がってきて、それが頭を支配して、寝ようと思っても寝られない、ね、ってなってしまいます。はい。そこで、まあ、次の方法です。どうもお願いします。要点思考とかね、バランス思考っていう考え方があります、ね、何か、マイナスのことがあった、ね、自分にとってネガティブなことがあったっていう時にですね、その出来事によって得られるプラスの部分は何かっていうことに焦点を当ててみる。こういう考え方ですね。はい。例えばね、今日仕事が終わった後、家に帰ってすぐジムに行こうと思っていたとしますよね。ね、ジムに行ってトレーニングしよう。久々にトレーニングしようと思った。だけれども、家を出ようとした瞬間に土砂降りの雨が降ってきた。ね、一向に止む様子がない。あ、せっかくジム行こうと思ったのに行けなくなっちゃった。ああ、ついてない。不運だな。これがネガティブ思考ですよね。だけれども、あ、確かについてない。だけれども、このジムに行けなくなった。雨が降った。っていうことによって得られるプラスの部分っていうのは何かっていうのを考えるんですね。はい。じゃあ今度は久しぶりに、ね、
久しぶりに会社が早く終わったから今日ジムに行こうと思ったけど雨が降ったなら久しぶりに家族みんなで、団らんしながら晩ご飯を食べようとかね、あるいはお今日は久々にゆっくり寝れるなと、お9時間寝れるなと、ね、いい休息だっていうふうに思うか、あるいはおこれは近隣の農家の人が喜んでる、ね、今年も美味しい農作物ができるぞって嬉しいなっていうふうに思う、こういうのがバランスの取れた考えですよね。要点思考とかね、バランス思考っていうふうに言われています。だけれどもね、例えば会社で上司にね、理不尽なことを言われまくったと、ね、すごい人格否定されるようなことを言われて傷ついたっていう時にですね、なかなかこの、その怒られたことによって得られるプラスの部分って何かって考えようとしてもね、なかなか見つかりませんよね要点思考とかバランス思考ができないっていうことがあるかと思います。そういう時にですね、次の方法です。このマイナス思考ですよね。ああもうなんであの上司はああなんだとかね、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだ、ああ俺って不幸だなとかね、もうこの不満をどこでぶつけりゃいいんだっていう時にですね、そういうマイナス思考とかその感情というのをですね、考え続けない、マイナス思考をストップするっていうことですよね、はい、考え続けるからずっと嫌な気分になるわけですよね。これをね、もうポンとストップして切り替えます。だけどもなかなかそんなこと切り替えられないよ、ね、この嫌な自動的に湧き上がってくる思いっていうのはストップできないよという方も多いかと思います、ね、なぜ自動で上がってくるんですからね。でそんな時はマニュアルで、ね、マニュアルでギュッと水道の蛇口を、閉じるように止めるんです、はい、それでは次の方法があります。あ、まだね、人間というのは同時に2つのことをできないっていうね、そういう性質があります。例えばね、歌を歌いながら本を読むっていうことができませんよね。あるいは、笑いながらね、わははって中でコメディを見てわははって笑いながら隣の人を叱るってこともできませんよね、はい、人間は同時に2つの異なることをすることができないんです。その特性を利用します。はい。ああ、もう嫌だっていうふうにね、こういったネガティブな思考や感情が頭の中を支配し始めました。ね。どん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 自動的に湧き上がってきます。自分ではそれがネガティブってことは分かっています。だけども止めることができない。じゃあ、マニュアルで止めましょう。どうするか。ね。それはですね、ポジティブな言葉を声に出して、しかも大きな声にしてつぶやくっていうことですね。できれば、この鏡を見てですね、自分の顔を見て、口角を上げて、ポジティブな言葉をつぶやきます。ね。行きましょうか。せーの。ついてる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 と言ってるうちにね、本当にね、この最初はね無理やり上げてた口角がね勝手に上がってくるんですよね。はい。で上を向けば向くほどね、だん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 ポジティブな気分になってくるんですよね。はい。人間の脳っていうのはね、行動によって騙されますね、今までね、ああ、いやーに思ってたね、ネガティブに思ってた、ことがですね、脳はそれに支配されてたけれども、口角が上がった、すなわち、口角が上がるということは笑うということですよね。上を向く、ね、それはルンルンということですよね。脳がだんだん誤解し始めるんですよね。はい。だん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 、ネガティブなね、思考、感情っていうものがね、だん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 、こう、隅に追いやられてきてね。で、だん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 このポジティブな部分がね、こう広がっていくんですね。はい。ついてる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 。でこれでも効果がなければね、こういうのもあります。上を見ながら。あ、ちょっと待って、マイクが外れちゃったから。すいません。はい、どうぞ。
あ、大丈夫です。はい。失礼しました。ちょっと今、一瞬、音が消えましたね。はい。はい。聞こえてますか？大丈夫ですか？はい。はい。ついてるついてるがね、聞かない場合、こういうのもあります。上を向きながらね。人生は楽だ。人生は素晴らしい。人生は楽しい。必要なものが全て入ってくる。素晴らしいものがいっぱい入ってくる。ありがとう、ありがとう。感謝してます。って言うとね、本当にそんな気分になってくるんですね。はい。それによってね、ネガティブな、思考、感情、ね。それがストップされます。これ以上ね、こういうことを考え続けるっていうことはなくなってきます。ところがね、そんな馬鹿らしいことできるかっていう方もいらっしゃるかと思います。ね。そんなことね、できないよ。ね、まあ、ついてるついてるって言っても、今みたいにね、大きく口開けてついてるついてるなんてできないよ。そういう方は、こういう方法が、こういう考え方もあります。お願いします。せーの、ドン。はい。しゃあない。しゃあないわけですよ。ね。もう怒ってしまったことはもう変えることができない。もうすなわち、しゃあないわけですよ。考え続けても、しゃあない。あなたが何を考えようと、どう思おうと、こういうことを思おうと、過去に起こったことは変えられない。しゃあない。っていうことですね。はい。いくら悩もうが、ね、あなたが、不安に思おうが、不満に思おうが、怒りを覚えようが、今日も地球は回るし、曇り空だって、いつかは晴れるっていうことですよね。もうずっと地球はね、自転し、そして太陽の周りを公転してるわけですよ。ね。どんなに土砂降りの雨が続いたとしても、何日か経ったら、綺麗なね、青い空になっていくわけですね。はい。そんなに悪いことは続かないってことですよね。まあ、あなたがいくら悩んだって、地球は回るし、ね、曇り空も晴れる。こういうことがいかに意味がないか、ね、何の意味もないってことですよね。これを考える価値っていうのは全くないっていうことに気づいていただけるかと思います。そんなことを言ってもな、しゃあないっつったって、ねえ、しゃあないで全部済ましたら、ねえ、じゃあどうすんねんと。この生活もしゃあないんかいって。ね、このお金がない状態もしゃあないんかいっていうことになってしまいますよね。はい。そういう方には次の方法があります。お願いします。ドン。はい。不満を、ね、例えば不満とかね、こういうことですよね。こういうネガティブなことを、考えることを、あ、テロップ間違ってるよ。不満を考えることをやめることで何か心配なことはありますかっていうことを言いたかったんですが、テロップ間違ってますね。不満を考えることで心配なことはってさっき言ってたけど、そういうことを本番中に。じゃあもうこれ、はい、今できないんですいません、私が書きます。ごめんなさい。まあ、正確ですよね。はい。まあ、こんなことをね、考えても仕方がしょうがないことなんですけれども、不満を考えるのをやめることで何か心配なことはありますか？これね、文字にしないとなかなかね、耳からスッと入ってこないんですけれども。あ、じゃあちょっと書きますね、はい、これ。はい。どうするの？あ、ここに書きます。ソーシャルスティームの、うん、それじゃあでも、後で、ほら、アーカイブ見た人、わかんないよ。パッと作れない。でっかく、紙に書いてくんない。あ、はい、わかりました。はい、失礼しました。はい、不満を考えるのをやめることで何か心配なことはありますかっていう、質問を自分自身にしてみてください。はい。この後にね、ちょっと1番、2番、3番、4番、5番、6番のテロップを出してもらうんですが、はい。これじゃ見えないよ。はい、太いのじゃないと。はい。まあ、これがですね、地上波と違う、手作り番組のね。不満を考えるの。はい。
あデメリットであり、そしてまたあのハプニング性ということでですね、お許しいただきたいんですが、すいません私が悪いんです、うん、申し訳ございません。何か心配なことは、考える、ここ大事なんですか。そうです、はい、何か心配、はい、はい、いただきましょう、はい、見えますか、不満を考えるのをやめることで、ね、何か心配なことはありますかっていうことですね。あら、見えなくなっちゃう、はい、はい、で、これを順番、これですね、順番を追って説明してまいりたいと思います。はい、テロップ1番お願いします。はい、1番ですね、はい、こういったね、ネガティブな感情、はい、こういった、ね、ネガティブな感情ね、思考や感情、例えば、不運とかね、不幸、あるいは不安、不満、悩み、怒り、まあ、悲しみ、ね、そういったことですよね。このペケペケのところに当てはめてみてください。何か今不満に思っていることがあるとすれば、このペケペケのところにね、不満っていうのを入れてみてください。あなたが不満と思っていることは何ですか、ね、あなたが不満と思っていることは何ですか、ね、はい、そうですね、うん、例えば何かないかな、上司がいつも理不尽なことを言ってくるね、ということにしましょうか、はい、でそれをまず考えます。ペケペケ、何でもいいです。不満、不安、悩み、怒り、悲しみ、不運、不幸ね、今、こういった感じをお持ちでしたら、このペケペケのところにね、こういった文字を入れてみてください。まあ、今例で申し上げますと、例えば会社の上司がいつも理不尽なことを言ってくる、それが不満、と思っているってことですね、はい、次2番の質問です。はい、なぜそれが不満なのですか、ペケペケっていうのはね、さっき、入れたペケペケと同じことです、なぜそれが不満なのですかね、さっきの例で言いますと、上司がいつも理不尽を言ってくるのがなぜ不満かね、僕はちゃんと仕事してるのにね、上司が認めてくれないね、いつも見当違いなことを言ってストレスを与えてくるっていうことですよね、はい、次に3番目の問いです。はい、お願いします、どうぞ。はい、そのことに対して不満と思うことをやめるとどんな心配があるのですかね、さっきの例で言いますと、上司が、会社の上司が理不尽なことを言ってくる、それが不満だと思うのをやめてみたら、何か心配なことっていうのが起こりますか。上司の理不尽に対して不満と思うことをやめる、そうすると何か心配なことありますかっていう質問をしてみてくださいね。どうでしょうか。人間っていうのはね、変わりたくないんですよね。チェンジしたくないわけですよ。それはね、保全のために、本能的にそうなってるんです、ね、人間は変化を嫌うんです。ですから、自分がね、持ってるもの、思ってることっていうのに執着するんですよね。一貫性を持ちたいわけですよ。で、あなたがずっと持っているこういったネガティブな思考や感情、不満とかね、不安とか不幸とか不運とか、さっきの例で言うと上司が理不尽だということに対する不満ですよね。はい、上司が理不尽、そういう不満、それをずっと持ってたいですかってことですね。それを手放すと何か心配なことってありますか。どうでしょうか。考えてみてください。これね、考えたらね、上司が理不尽だ、それが不満だと考えるのをやめて、なんか心配なことってあるかなって考えたらね、ないんですよね。ないですよね。
ね。どうでしょう。で、ここでね、結構解決すると思うんですよ。ね。ああ、なんだ。あの人のああいう発言のことを、ね、あの人のああいうね、口癖のことをね、不満に思う。で、これを不満に思うっていうのはやめても、何も心配することないじゃんって思うとね、結構、ここから解放されますね。だけれども、まだ解放されない。ね。例えば、さっきの質問ですよね。この質問ですよね。その上司の理不尽に対して不満と思うことをやめると、どんな心配があるのか。ありますよ。ね。これが、不満じゃないな、不満じゃないんだったら何なんだと。これが不満と思えないんだったら、人間善悪の判断がつかないじゃないか。そう思っちゃうことが心配です。まあ、そう答える人もいるかもしれませんよね。ね。はい。ね。ペケペケと思うことをやめたら、どんな心配があるか。いや、ありますよ。心配まだあるよ。っていう人。その人には、そういう人には次の質問です。どうぞ。4番目の質問。どうも。はい。本当にそう思いますか？っていうことを、問いただしてみてください。ね。あの人のね、あの上司の、理不尽、あれを不満に思わないと善悪の判断がつかないじゃないか。そう善悪の判断がつかないのが、つかなくなるのが心配だ。本当にそう思うのか。これね、本当にそう思うのかって考えたらね、これそう思わないですね。多分そう思わないと思います。で、ここで解決する可能性があります。だけれども、いや、本当にそう思うよって。あれが不満じゃなくて、ねえ、何なんだと。善悪の判断もクソもないよ。本当にそう思うよ。っていう人に対しては、次の質問があります。どうぞ。なぜそう思うのですか？ね？善悪の判断がつかなくなるじゃないか。なぜそう思う？もう、あんなね、強烈な人なんて、そうはいないよと。ね。あんなひどい人はいない。で、あれを不満と思わないと、善悪の判断もクソもつかなくなる自分が怖い。なぜそう思うのか。自分は確信があるよ。ね。もう誰だってそうなるよ。そう思います。他の人もそう言ってます。となる人には、次の質問あります。どうぞ。そう思うのをやめると、どんな心配があるのでしょうか。はい。ねえ、あの上司、あんな理不尽な上司、あれが不満じゃない、ということを思うと、善悪の判断がつかなくなる。本当にそう思う。ね。誰だってそう思う。その考えをやめたら、なんか心配なことってありますか。どうでしょうか。どうですか？その考えやめたら、なんか、心配なことってありますか？ないんじゃないかな、っていうふうにね、思いますね。でね、これ繰り返していくんですよ。これ1番から6番まであったのかな？で、これ、ね、繰り返していくうちにですね、これなくなってくると思うんですね。はい。でね、まあ、もともと、こちらにいる人はですね、先天的に明るく、まあ、非常に能天気な方なんですが、まあ、試してみたんですね。なんかちょっとね、言い争うみたいなことが、夫婦間で言い争うようなことがあって、ね、あ、今、なんか俺に対して、なんか、怒ってるとか言って、聞きますよね。あ、ちょっと怒ってるって言いますよね。要するに、怒りの感情だから、この中にあるわけですよね。で、試してみたんですね。じゃあ、あなたが、この1番出して。1番。これ、うん。はい、ちょっと待ってね。はい。はい、で、1番よ。1番ですね。はい。はい、で、この場合、怒りですか、このペケペケ、
ペケペケペケ怒りですよね。あなたが怒りと思っていることは何ですか。でそれはさっき言ってもいいですか。あの電気をまあ、さっき電気スタンドはね、私がソファーにね、ゴローンと横になった勢い で、ね、そこに立てかけてあったソファーが、ドーンとね、こちらの人、あつこさんに向かって、ドーンと倒れていったんですよ。倒れて。当たりかけたんですね、そうそうこの川に。で、その瞬間、もう、ムカムカムカって来るんですよね。ちょっと怖かったんですよね。あだから、その電気スタンドの、その電球がね、当たりそうになって、まあ割れちゃったら、まあ、顔に当たって割れたらどうしようっていうね、うん、そういう恐怖感からね、そう、まあ、それを引き起こした私に対してですね、ムカムカムカっと来たわけですよ。あ、それちょっと補足すると、いつもあの長いからちょっとそういうことを言ってる暇がないのね。あ、そうですか。あのもうその簡単にお願いします。はい、いつも無防備だからっていうことを私は怒ってるの。今日のことだけじゃないってことを。だからそういうことが、まあ、そのソファーでゴロンと横になった拍子に電気スタンドを倒すっていうことがよくあって、でそれに対して今日もやってしまって、しかも今日当たりかけたので、ムカムカムカっときて、私に対する怒りの感情が、一瞬この頭の中を支配したってことですね。はい、まあ、こういう感情が起きてしまったんですね。はい、そこであなたが、怒ってる、怒りですよね、怒ってると思ってることは何ですか。すなわちあなたに、うん、あなたにとか、何その時怒ったのは何ですかと、うんうん、いつも、何注意しないで寝転がって、そうそうそう、注意しないっていうことですね。あ、そうそう私が注意しないっていうことです。不注意だと。そうです、そうです。私の不注意に対して。そうです、そうです。怒ったってことですね。はい。はい、じゃあ2番いってください。はい。なぜそれが怒りにつながるのですか。なぜそれで怒るのですか。危ないし、危ないで壊れるし、壊れるし、スタンドがね。うん、まあ、今日私は隣にいたから、うん、当たるかもしれない。ということです。それで怒りの感情になる、ね。怒りってそんなすごい怒ってないですけど、まあ、だからこれ例ですか。はい、はい、3番目お願いします。はい。はい。そのことに対して、怒りとも、要するに怒りの感情ですね。怒るっていうことを、やめると、うん、どんな心配があるんですか。これが。どんな心配、この、私の不注意に対して、聞いてる私の不注意に対して、この怒りの感情が起こったと、はい。その怒りの感情をやめることによって、何か心配することってありますか、うん、ない。これによって、これによって怒りの感情、すなわち、ネガティブ思考、ネガティブ感情から解放されるっていうことですね。なんか、きつねにつまられた、はい、つままれたような感じ。まあ、きつねつままれたような感じで、要するにきつねつままれときゃいいのよ。まあね。そうなんですよ。ですよね、まあ、そうなんです。きつねつままれていればいいんです、うん。はい。そういうことだと思います。はい。はい、不幸もね、不運も、はい。幻想です。ね。そのね、あなたが、ネガティブっていうふうにね、ラベルを貼った出来事っていうのは、あなたが認めない限り、不運でも不幸でも何でもないんです。ね。あの人に傷つけられたとかね。この事件で心に傷を負ったと思うこともあるかもしれませんが、それは、あの人があなたの心に傷をつけたのでもないし、その出来事があなたの心に傷をつけたのではないです。心に傷をつけるというふうに、あなたが選択したんです。ね。すべて幻想なんですよね。はい。思考パターンっていうのはね、今まで申し上げてきた思考パターン、すなわち、こういったネガティブな思考や感情っていうのが自動的に頭に上がってくる。そういうパターンというのは、あなたが知覚できない潜在意識の奥底にあるんですよね。意識っていうものは、あなたが知覚できるものが、たったの 10%、ね、氷山の一角なんです。で、氷山の大部分は海の下、それがすなわち 90% の意識、潜在意識なんですね。その中に、その奥底に
あるものが思考パターンなんです。ですからそれを変えるにはあなたが知覚できる潜在意識から今日お伝えした方法を能動的に実行して行動に移し、そしてその行動が新たな思考パターンを生み潜在意識に埋め込んでいくわけですよね。はい、以上ネガティブ思考、感情を手放す方法について皆様にシェアさせていただきました。これが皆様の役に立ってね、ネガティブな思考や感情というものから解放されることになると私はこんな嬉しいことはありません。今日長い間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。